はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、次のねイベント、6月前半のイベントなんですけども、皆さんね何が来ると思いますか？今日はですね、次のイベントのね話をしていきたいなと思います。内容についてはコナンのデータに基づいた予想になります。予想なので外れたらごめんなさい。皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄で教えていただければ面白いかなと思います。ほんとね、やばいっすよ。難易度調整は失敗なのか。さあ、これに関してはね、皆さんの意見もぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。前のイベントからですね、難易度調整入ってます。今回強い妖怪が揃っていないプレイヤーでも敵を倒しやすくなるよう、おはじきバトルの全体的なゲームバランス調整を行いましたということで、前回のねサンデーとのコラボイベントで難易度調整が入りました。そして今回のイベントでもですね、密かに難易度調整が入ってですね、今までのイベントより簡単になってます。今回のイベントもですね、キャラが揃っていれば、まあ、特殊能力持ちキャラなくてもねイベントコンプリートできます。そしてさらに最近プニプニ始めた方でも、ガチャから特攻キャラさえ引けば、まあ、普通にね強敵も倒せてしまうということで、まあイベント難易度としては今までよりも比較的簡単になってきてるんじゃないかなと思います。でですね、まあ、簡単にすることで、まあ、ユーザーは遊びやすくなって、このプレイ人口が増えて売り上げが上がったのかどうか、ここがですね運営的には非常に重要なところで、ちょっと見てみましょうか。これはですね、妖怪ウォッチプニプニの1ヶ月間の売上ランキングの推移を表しています。前回のイベント、サンデーとのコラボイベント、難易度調整入りました。で、簡単になったのか、そこ微妙なんですけども、まあそのおかげなのかな。まあ、売り上げはねガッと上がって、結構いいランキングをですねイベント期間終了まで維持していました。そしてそのまま今回のイベントが5月後半始まりました。ニャーサ王物語ということで、あれれどうなんだろう、これ見方ね非常に難しい、判断分かれるところなんだけど、まあ、前回のサンデーとのコラボイベントに比べると下がってる。だからイベントは簡単になったんだけど、じゃあ売上上がったかっていうと、そうではないような感じがします。これはねちょっと微妙です。で、今ですね結構下がってきてる。まあイベント終盤なんで、これ下がってくるのはしょうがないんだけど、まあここでねオールスターズニャンボでまた持ち直すかと思うんだけど、一概にね簡単になったからといって売上が上がるのかっていうと、そうではなさそうだ、そんな風にね僕は思います。次のイベントは、さあ皆さん次のイベント何が来ると思いますでしょうか。イベントデータベース確認していきましょう。5月17日ニャーサ王物語ネロチ編、5月1日サンデーコラボ第6弾、4月16日妖怪三国志コラボ、4月1日妖魔人イベント、3月16日ぷよぷよコラボということで、まあ定期的にコラボを挟みながら、まあ、1回ですねニャーサ王物語挟んでるんで、次がコラボの可能性もあります。まあその噂もねちょっとあるんだけど、それはねちょっとあとまた話していきたいと思います。次が通常営業だとすると、今生きているイベントは妖魔義兵団、まあ将棋のねイベント、ニャーサ王物語、そして新しく始まった妖魔人のイベント、まあこの3つのどれかが来るんじゃないのかとね思います。今やっているイベントがニャーサ王物語なので、さすがに連続の可能性は少ないかな。となると次は将棋か妖魔人か、まあ、もしくは何かの特別編かというね感じになってくるかと思います。妖魔将棋、将棋シリーズか。気がつけばもう半年ほど将棋シリーズ来ていません。なので次が将棋シリーズ来る可能性もある。前回のイベントでですね、大王金将邪神カチカチ、ふう見事だ、我の敗北だな、邪神カチカチが崩れ落ち将棋盤へと吸収されていく、怪しい光をまとう妖気が溢れ出す、妖魔人将ギバーン、我は妖魔銀将ギバーン、かっこよく言ってるけど
要は将棋盤ですよ。せっかくだ、もう一曲続けようか。我の勘を取り戻すのに付き合ってもらおう。亀裂の入った将棋盤が再びまばゆい光を放つ。無情にも召喚は続いていく。ということで次は妖魔人将棋盤がトリプルゼータで来るのか。まあそんなね噂もありますけども、僕の見立てはですね、ギバーンはまだ来ません。ギバーンはですね、イベントのさ、ナビゲーター的なね存在なので、まあ今回のニャーサーでもあの頭がね蛇みたいになってるのありましたよね。あんな感じでナビゲーター的な存在で、まあイベントのね、まあ最終的には出るかもしれないけども、まだギバーンの登場はね早いんじゃないか、そんな風に見ています。じゃあ将棋イベントで次に来るキャラは何なのか気になるよね。将棋の駒的にはもう一通り出ています。なので何が来てもおかしくない。実はですね、こんな噂をね耳にしました。次のトリプルゼータはペコちゃんか。なんだよそのペコちゃんってさ、将棋の駒にペコちゃんなんてあったか。トリプルゼータのジャオウ王将ペコですね。ペコちゃんとは不二家のマスコットキャラクター、アメリカのゼネラルフーズという会社のバーズアイというオレンジジュースのキャラクター、メリーちゃんとそのボーイフレンドがペコちゃんとポコちゃんの元ネタである。そうなんです、皆さん不二家のお菓子食べたことあるよね。それがね来るんじゃないか、そんな噂がねあります。将棋とペコちゃん全然関係ねえじゃねえかって思っている人いるかと思います。あるんです、将棋界と不二家の長い付き合い。そうなんです、お菓子メーカーの不二家が主催になり、対局者には予選から番勝負まで通じて栄養補給としての同社のお菓子が提供されている。栄養戦では主催の不二家からいつでも食べられるお菓子、2回のおやつとしてケーキなどが出されたということで、この藤井くんがねこの抱っこしているこれがねペコちゃんなんですよ。だからもう将棋といったらペコちゃん、ペコちゃんといったら将棋、もう切っても切れねえ。そのペコちゃんがねまだ妖魔将棋に登場していないということは、これはギバーンの前に来るんじゃないの。妖魔人シリーズもしくは通常営業であれば妖魔人シリーズが来る可能性もあります。妖魔人イベント、まだ新しいイベントで1回しかね行われていません。2022年の4月1日ある日、妖魔界一人の研究者が新たなウォッチを開発した。その名はキメラウォッチ。人間を妖怪化する脅威のウォッチを危険視した閻魔大王は研究者を倒しウォッチを封印した。そして時は過ぎ、桜ニュータウン、突如暴れ出す町の住人たち。騒動の原因はかつて倒されたはずのキメラウォッチ開発者シオンだった。この住民たちは実験に失敗した哀れなモルモットさ、妖怪化に失敗して魂がおかしくなったクズだ。シオンを止めるため、町の平和を取り戻すため、新たな戦いがここに幕を開ける。妖魔人フュージョンウォッチ誕生ということでありました。ケータとエンマがまさかのフュージョンということで、これね結構面白かったんで、次ちょっと間隔短いですけども来る可能性はね十分にあります。コラボか。そうなんです、 Twitter とかでね次はコラボじゃないか、こんな噂があります。僕もですねこれ聞いた時には、まあ次来るかは分かんないけども、まあ、次の次とかね少し間を空けてこのコラボは来るんじゃないか、そんな風に予想しています。ゆっくり茶番劇コラボ。ゆっくり茶番劇とは東方プロジェクトの二次創作動画のカテゴリーの一つである。ゆっくり実況のゆっくりボイスや棒読みちゃん、そして立ち絵を使った物語を取り扱っている。コメディ色の強い物語から涙を誘う感動ものまで多種多様である。そうなんです、ゆっくり実況ね妖怪ウォッチプニプニでもやられている方いますけども、これがですねまさかのコラボとなって登場する。なんかさプニにもなりやすいしさ、これはね結構刺さると思うんだよね。トリプルゼータゆっくりレイム、
東方プロジェクト公認ゲームアプリ東方弾幕神楽の動画によれば、当時アスキーアートを作っていたグラフィッカーの竹崎さんが頭だけになったハクレレームとキリサメマリサがゆっくりしていってねと話すアスキーアートを作成、まあここから始まったと言われています。ゆっくりコラボといったらね、やっぱりトリプルゼータレイムは外せないんじゃないかなと思います。トリプルゼータゆっくりマリサ、ゆっくり化したことでゆっくりはさらに話題に。東方プロジェクトの他のキャラクターをゆっくり化する二次創作、三次創作が流行したほか、東方プロジェクト以外のキャラクターをゆっくり化する風潮も誕生。結果、二次創作の話題としてだけではなく、ネットミームとしても浸透した。そうだよね、もうゆっくりって言ったらそれだけで一つのこの動画だとかコンテンツのジャンルになってるよね。ただですね、次のコラボが危うい。これにはね、こんなことが起きた背景があります。ゆっくり茶番商標登録に伴う問題。2022年5月15日もつい先日なんですけども、ゆっくり系動画投稿者のゆずはがゆっくり茶番劇商標権を取得したと YouTube で投稿された動画と Twitter で公表。ゆっくり茶番劇を使用するには年間で10万円の使用料が必要だと当初はゆずはは主張していた。ということで、どうなのこれってね、まあ今はねもう落ち着いたんだけど炎上していました。っていうのもさ、二次制作三次制作ということで、もうみんなで使うべきのね、このゆっくり動画のコンテンツをですね、商標で出してこの独り占めしようと。でこれから使うときはこのゆずはにですね、10万円使用料払えっていうね、なんかよくわかんない騒動が起きました。今現在はですね、これ商標権ね撤回して落ち着いています。まあ今でもね、なんかその商標権を今度はニコニコ動画のね、まあドワンゴの方がねなんか申請したらしくて、それはそれでどうなのみたいな、まだちょっと炎上を引いていますけども、まあ一旦落ち着いたんだけど、この騒動のおかげで、おいおいちょっとさ、これ使うには10万払うんじゃねってね、あの日野社長、レベル5のねプニプニの総合プロデューサーの日野社長も考えてですね、このコラボ一旦やめちゃった、データ消しちゃったみたいなことが多分あったんじゃないかなと思います。これに対してですね、あのひろゆきさんの反応なんですけども、ゆっくり茶番劇が商標登録されているらしいですね、利用するのに10万円かかるとか、名前変えてみました、ゆっくりアットゆっくり茶番劇みたいな感じで、また炎上にね、この燃えてるとこにね油を注ぐわけですよ。まあこれはこれで面白いけどね。この背景にはですね、二次創作三次創作等には著作権法上の問題が付きまとうというちょっと複雑なね話があります。原作者の許諾を得ずに二次創作を行うと権利の侵害となる可能性があります。必ず原作者の許諾を得る必要がある。また三次創作の場合には原作者と二次創作者の双方の許諾が必要となります。これ違反するとね、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金となってます。なのでちょっと複雑ではあるんだよね。ちょっと違うんだけど、仮面ライダーってあるよね。あれはですね、原作はですね石ノ森章太郎さんで、すでに亡くなっています。でもね、今続いている新シリーズ、石ノ森章太郎さんは直接はね何も関わっていないんだけど、一応ですね設定上あのライダーヒーローがね、バイクに乗ってライダー、仮面ライダーということで、まあ原作石ノ森章太郎ってね必ず表記を入れています。さあ皆さんは次のイベント何が来ると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。予想なので外れたらごめんなさい。以上コナンでした。